b マン、1 9 7 3年8月22日体はジャマイカのレゲエ DJ 歌手。ニックネームはドクトル・キング・オブ・ダンス・ホール。キングストンのウォーターハウス地区で生まれた。5歳の頃、音楽業界にいたおじのすすめで DJ を開始する。b マンとはパトワで小さい人を意味する。7歳の時テスティー社主催のタレントコンテストで優勝し、 翌年、ヘンリー・ジョンジョ・ローズのボル系のレーベルより、トゥー・ファンシーでデビュー。10歳で、バニー・リーのプロデュースで、初アルバムを出している。その後約10年の下積み期間を経て、1993年頃、宿敵・バウンティ・キラーとのクラッシュをきっかけに注目を浴びる。そのクラッシュのためにレコーディングした曲が、パトリック・ロバーツのレーベル、ショッキング・バイブスを中心に、 次々にヒットしていった。ちなみに、当時のショッキングバイブスクルーの中心メンバーは、B2 万、タントメトロ、スナガプス、シルバーキャットであった。翌1994年には、年間最優秀男性 DJ 賞を受賞。同時期に、ラスタに回収。2000年、メジャー初アルバムである、アートライフは、第43回グラミー賞において、 最優秀レゲエアルバム賞を受賞した。その後も順調にキャリアを積み、ワイクリフ・ジョン、ジャネット・ジャクソン、マイアラと共演している。2007年の横浜レゲエ祭など1990年代後半から、たびたび来日公演を行っている。2006年8月に、ジャマイカ人女性アーティスト、ディエンジェルと結婚し一時を設けるも、翌2007年7月に離婚。 同年10月には、ジャマイカの税務署から脱税を指摘され、60万ドルの追徴課税を受けるなど近年はスキャンダルに悩まされている。ダンスホールクイーンなど、映画のサウンドトラック制作も手掛けている。ありがとうございます。